クリスティアン・アン・サルディは、アルゼンチン・ド・サリオ出身のサッカー選手。トリの FC 所属。ポジションは DF。イタリアの市民権も所有している。2005年に、ニューウェルズ・オールド・ボーイズからデビューし、レギュラーとしてプレー。2008年1月、ロシア・プレミアリーグの FC ・ルビン・カザーに移籍。同年3月16日、リーグ第一節の FC ・ローコモティフ・モスクワ戦でデビューを果たした。 10月25日、クリルやソベトフサマーラ戦でロシア初得点を決めた。2008年は、クラブ史上初のリーグ制覇を果たした。2008年シーズンは主に右サイドバックとして出場したが、2009年シーズンは主に左サイドバックとして出場している。5月2日のサトゥルン・ラメンス・コ演エ戦では2アシストの活躍でコカラレの解消に貢献した。2010年6月、 ルビン火山との契約を3年間延長した。2013年8月4日、FC ゼニとサンクトペテルブルク遺跡が発表された。アトレティコ・マドリード、ジェノア CFC へのレンタル遺跡を経て、2016年7月30日に、イタリアのインテルナツヨナーレ・ミラノへ遺跡。遺跡金は200万ユーロ、ディエゴ・ラクサールの譲渡となっている。インテルでは、ステファノ・ピオリに徴用され、 一時は、長友優都やダビデ・サントンを抑え左サイドバックのファーストチョイスであったが、シーズン終盤に怪我により、出場機会を失った。シーズン終了後に新たに監督に就任したルチアーノ、スパレッティからは、良い評価を受けず、新戦力ダウベルとエンリケに押し出される形で、トリノにレンタル移籍した。ルビン・カザンでの活躍が、 アルゼンチン代表のディエゴ・マラドーナ監督に認められ、2009年11月14日のスペイン戦で代表デビュー。一躍、レギュラー候補に名乗りを上げたと思われたが、以降招集されることがなく、2010FIFA ワールドカップの予備登録30人からも選考外となった。2010年10月4日、日本代表との親善試合で来日する予定だったメンバーに負傷者が相次いだため、 急遽召集されたが、8日に行われた試合に出場する機会はなかったった。ありがとうございます。